ヘタフェは来季以降も FW メイソングリーンウッドをチームに留めることを希望しているようだ。スペイン、マルカが報じた。最終的には刑事訴訟手続きが打ち切られた恋人へのレイプ暴行容疑をきっかけにしてマンチェスターユナイテッドを離れ、レンタルでヘタフェに加わったグリーンウッド。ラリーガでもその才能を存分に発揮し、南マドリードのチームの攻撃を牽引している。 マルカ、曰く、タクラブが躊躇している最中にいち早くグリーンウッドの獲得を決めたヘタフェは、来季以降も同選手を戦力に数えることを希望しているという。ヘタフェのアンヘルトーレス会長らは、12日にユナイテッドの首脳陣をクラブオフィスに迎え入れて話し合いを行い、その意向を伝えたとみられる。